生のキッチン横塚さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、玄米使っていきましょう。最近好んで玄米食べられる方多いと思うんですけれども、これをサラダ風のお寿司にしていきたいと思います。材料です。はい、2合炊きました。玄米ご飯です。いろんな炊き方ありますね。炊飯器だったり、圧力鍋だったりね、2合分炊いてください。そしてシーフードです。茹でたタコ、それから茹でたエビ、茹でたホタテ使っていきます。その他にキュウリ、グリーンアスパラガス、玉ねぎなど用意してください。調味料です。今日はお酢大さじ4、砂糖大さじ1、塩小さじ1/3、オリーブオイルが大さじ3ぐらいということです。その他に味付けね、ちょっと変えるのに塩コショウ少々用意しましょう。その他、出来上がったものをね、巻いて食べると美味しいので、今日は生春巻きの皮、それからレタス、海苔など用意しました。味を変えるのにコチュジャンとかマヨネーズもいいですよ。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では早速作っていきましょう。玄米を炊いている間にこちら作っていきますね。今熱々、こうね、今炊きたてなんですけれども、こちらも用意しておいてください。玉ねぎです。千切りにしました。そしてここにお酢、はい、それからお塩、そしてお砂糖です。ちょっとね、お寿司の味なのでお砂糖も入ってます。もう今ね、今日は新玉ねぎなのでそんな長くつけなくてもいいんですが、ちょっとお砂糖とね、お塩をよく溶かしてください。はい、溶けてきました。ではでは、はい、ご飯です。炊きたて用意してくださいね。結構ありますね、ボリュームね。2、3人分、4人分ぐらいあるかもしれないので、今日人集まったらね、これいいと思いますよ。熱々です。炊きたてのご飯にざーっと入れていきましょう。ちょっともったいないので少し残って、はい、ポイントです。はい、熱いご飯に合わせてくださいね。冷えてるご飯だとまんべんなくこの味が染みていかないのでね、なかなかスーッと入っていきませんので、もし冷めてたら熱くね、電子レンジかけるなりなんなりしてくださいね。今日一応玄米寿司、サラダ寿司としたので玄米ですけれども、白いご飯しかなかったら白いご飯ちょっと固めに炊くといいですよ。それでも結構です。はい、合わせたらこの後冷ましてくださいね。熱々じゃなくて、冷ましていきましょう。冷ましている間にこちらの具も用意してくださいね。今日の具は、はい、茹でたエビとタコ、そして、ホタテですね。小さいホタテですけれども半分に切りました。あとキュウリ、アスパラガスの茎の方です。穂先はちょっとね、別に用意しておきました。はい、ポイントです。細かく切ってくださいね。だいたい1センチぐらいでいいんですけれども、こうすると包みやすいですし、あと口に入れる時もね、大きい具じゃないのでスプーンで食べやすいですね。1センチ角ぐらいに切ってください。さあ、ご飯冷やしておきました。大きいお鍋楽ですね。こういうのでね、冷ましていきましょう。はい、そうしたらこれ酢飯になってますので、入れていきますね。これ冷めてないとね、きゅうり煮えちゃいますからね。必ず冷蔵庫じゃなくて室温でいいですので冷ましましょう。で、玄米なのでこうパラパラーっといきますからね。はい、でお好みの具いろいろ用意してくださいね。で、ここでオリーブオイルも入れておきましょう。後からかけてもいいんですけれどもね。はい、そしておいしいくらいの塩コショウです。ご飯につけるというよりはシーフードの方ね。シーフードに塩振りかけてからだと水気が出てしまうので、ここでちょっと味濃いめにしました。はい、だんだんサラダになってきましたね。さあ、ではこれで出来上がりなんですけれども、今日はね、巻いていこうと思ってこれ用意しました。生春巻きの皮です。こういう状態で売られてます。あ、こういう状態っていうか10枚ぐらいね、袋に入って売られてますけれども、お水にちょっとつけて、でまな板の上に重ならないように置いておいてください。そうすると今ね、こんな感じでここね、ここですよ、ここにあります。さあ、巻いていきましょう。戻った状態だとね、ちょっとラップごとですけれども、こうもうくたーっとしてます。こういうふうに
柔らかく戻っているのでくしゃくしゃってするとあと大変なのでね、平らなところに置いておいてくださいね。はい、じゃあ今日はこれで巻いていきましょう。はい、そして下になるべく具がくるように巻くとねいいですよ。あとはご飯をのせます。あんまりねこれ欲張りすぎると食べるの大変なんでほどほどに。そしてレタス、海苔も入れとこうかな。はい、そして巻きます。剥がしながらね手袋してるのでちょっとごめんなさいよいしょ。はいはいはい、くるりんとね。手袋外していいですか？どうぞすいませんもうやりにくいことこの上なしほら綺麗に取れますね。ほらほら綺麗な面が出てきました。で端っこねちょっと折り込んであげましょうか。はいはい、さあこんな感じでよいしょ、ね、海苔も入って包んでみました。もちろん手巻き風にね巻きながら食べても結構です。はい、サラダ寿司完成です。お好みでコチュジャンとかねマヨネーズつけてくださいね。はい、出来上がりました。玄米とシーフードのサラダ寿司でございます。ちょっと洋風な感じがして、はい、はい。